代上級、初級と中級が結構混じってますので頑張っていきましょう。この動き初級に入ってたやつです。 OK、 足を開いて開いて、その時手を横上横向く戻す、1、2、動き増えるよ、4、5、6、回して指パッチするイメージです。これを5、6でください。 OK、 いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。7の時に左手パー、右手人差し指で上と下にグッと寄せる感じ。7、8です。 OK、 いきましょう、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8。 OK、 実際はこれの2倍速です。頑張っていきましょう、5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。早いです、もう一回、さらにワンツーで下向いて戻す。この時に右手で下に指を刺してみてください。 OK、 これワンツーで、さらに指パッチンを3回やっていくんですけど、だんだん上に上がります。このワンツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワンツー、トントントンっていう感じで3回どんどん指パッチン回しながら上に上げていきましょう。ファイブ、シックス、ゴー、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、 OK、 どんどんいくよ、回して刺す、1、2、3、4、 OK、 中級にも出てきてます、この動き、1、2、3、4、 OK、 さらに増えるよ、1、2、3、4、5、6、指を一本で刺す、刺す、 OK、 1、2、3、4、5、6、7、8。 最後にカールを入れてみてください、1、2、3、4、5、6、7、8。 いけたかな、ラスト、うん、パ、さりげんく刺しました。頭を右に回すイメージで、1、2、その時に手も一緒に、でお尻も一緒にグッとつけます。でその時にあと2回トントンとリズムを取ります。 OK、 この1、2、3、4、5っていう感じです。指はこんな形、2本バーンと指鉄砲打つような感じで右手ください。 OK、 それを踏まえてここから5、6、7、5、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、トントン、 OK、 もう一回だけいきましょう、4、3、2、1、5、あんな形です。どんどんいきたいと思います。ここの部分覚えてますか、中級でもやってたところ、ここは完全に一緒なので流しちゃいます。よく中級見ておいてね、手を見てね、シャカプン、グーでパー、シャカプン、 OK、 これを1、2、3、4、刺す、刺す、閉じる、そう、5、6で横に人差し指立てて刺す、上刺す感じで閉じます。 OK、 先行くよ、さらに1、2、3、4、5、6、右手を回す、上、戻す、 OK、 全部右手軸で動きます。体も自然についていく形、そしてノー、1、2、3、4、左、左、閉じる、回す、上、戻す、 OK、 カウントでいくと、ここの戻したら1、2、3、4で反対いきます、5、6で上、下、7、8で戻ってきますので結構忙しいです。OK、 ここからいきましょう、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、パッパッ、戻る、こう動くときと上のときに上下を使えるとなおかっこよくなります。 OK、 ここ変わってるのでここからつなげていきたいと思います。いきましょう、5、6、5、
ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ドン、サカ、サン。で、グー。パッパー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、そして、ママ、ツー、タッタ、戻ります。いけたかな？どうぞ行きたいと思いますので、頑張ってね。今日一番難しいところに行くと思いますので、よろしくお願いします。そのまま左向き。今度は指が、2本だと思って、またガンガンの方。はい。それで、右、左、カール。OK。ワン、ツー、スリー、フォー。さらに先行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。閉じて、グー。ここすごく難しいので、ちょっと余裕ね。回して、グーとグーでこう、なんか顔の前に斜めに手がつくような感じ。これを、ファイブ、シックスで閉じていってみてください。で、セーブン、エイトで、掴んで戻す感じです。セーブン、エイト。OK。この、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン、エイト。OK。一回ゆっくり行きましょうか。ワン、2、3、4、右から5、6、押して戻す。 OK、ここが重要です。隠した状態、ちょっと顔見えながら何か掴むような動作をしてみてください。もう一回だけゆっくり、はい、4、3、3、いきましょう。1、2、3、戻す、パン、パン。いけましたかね。さらにこの状態から手の動きが増えていきますのでお願いします。このまま右手を斜め下、左手をクロスしてまた前、さらに上、さらに斜め上、1、2、3、4って手を振る。はい、 OK。 手をなんかこうちょっと置いていくような形でだんだん上に4つ上がっていきます。 OK。 でこの時これだけだと味気ないので、少し1の時になんか肩越しで手を見る感じで、2で戻して3、4でもう一回指先行ってください。 OK。 ちょっとここだけ行きましょう。この1、2、3、4。 OK。 ラスト行きますよ。5、6、5。 1、2、3、4。でさらに左から左、右で、この時に指2本、5、6で、セーブ。手首と頭を倒します。トントン、なるべく速く。 OK。 この状態からいきましょう。もう3、ゆっくりいきましょう。1、2、3、4、5、6、OK。 それを踏まえてここからゆっくりいきます。1回だけゆっくり。1、2、3、4、5、手を置いて、ワン、ツー、スリー、前出て、ファイブ、シックス、トン、戻す。オッケー。で、この後の動きは一緒になったりしますので、置いておきます。大丈夫ですね。どんどん行きたいと思います。で、さらに、ここの、一回だけやりまな、同じ部分がありますので、ここも置いておきたいと思います。この、パッパー。からこの腰振って前に出て投げて指さしてぐるんして、さす部分はそのままですのでお願いします。あと状況1個だけ覚えるよ。頑張って。ここ結構また難しいので上級なんとかついてきてください。いくよ。そう、この状態からリズム、このワン、ツー、スリー、フォーってゆっくりだったところ、このワン、ツー、スリー、フォーカールして、これ中級でもまあここの部分は一緒でした。ここの部分までは一緒でした。同じなんですけど次が難しいです。ちょっとそこのイメージをして、このワン、ツー、スリー、フォー。 OK。 ワン、ツー、スリー、フォー。ワンで片身、ツー、スリー、フォーで戻ります。エン、ファイブで手をたらって閉じて、この状態でパタパタパタと手を置いて5、6みたいな。でこの状態から回しながら、こう胸から回って、さらにこの後に小指から握る。で実際ここはリズムでカウントでいくよりもイメージしてその曲でいった方がいいです。ワン、ツー、スリー、たらで、たらら、うーん、その後になんか
かドリフの動きみたいな感じじゃないんですけど、左手を前に出す。その時に右手をこう騎馬戦の手みたいな感じですかね。この状態から反対側に引っ張ってきます。でこの時最初を指先見といて、最後を見切るよりもちょっと最後は正面向きに残した方がちょっとかっこいいです。 OK、 つなげるとね、このワンツースリーパラララブーンブーンみたいな、はい、もうここはね曲でいくしかないです。あとは流れだけこのタタタ胸回して小指握ってここに行くっていう流れをしっかり曲で聴いてみてください。細かい部分めちゃくちゃいっぱいあるんですけど、いっぱい聴き込んで動いてもらえるとできると思うので、原曲見まくったり踊りまくったりしてみてください。細かいところは原曲で見てね。